山城慎吾、1938年11月10日から2009年8月12日は、日本の俳優、司会者、タレント。身長174センチメートル。映画評論家、映画監督としても活動した。左利き。元妻は、花園博美。娘は、南優香。京都市生まれ。東映、沢井プロダクション再プロダクション。 プロダクションのタイトルオフィスタ京都府京都市で開業医の子として生まれる。京都府立山城高等学校卒業。浜村淳、元阪神タイガース監督、吉田義尾は、高校の先輩、サッカーで活躍していた、鎌本国重毎日放送アナウンサーの村刑事は、高校の後輩である。高校では、ラグビー部に入っていた。 両親と同じ道に進もうと医大への進学を考えて大阪医科大学、関西医科大学を受験したが、いずれも不合格だった。医師の道を諦め、時代劇スターに憧れ、エキストラをやった後、東映ニューフェイス第4期に応募して、1957年に東映へ入社。同期に佐久間良子、水木城、室田秀夫、袖春美、花園広美、 山口陽子がいる。1958年に映画台風でデビューし、翌年にはテレビ時代劇風小僧で初主役となり、さらには1960年にテレビ時代劇白馬童同時で主演を務め、子供たちの人気者となる。子供向けの時代劇だったものの、 都会派で端正な顔立ちのスマートな青年が忍者のような見栄えする白装束で白馬にまたがる姿は立ち回りのキレの良さもあって大人からも人気を博した。当時は映画の前世紀でテレビは黎明期であったので映画会社はテレビを軽止しドラマには無名の俳優ばかりが出演していた。しかし東映の俳優による公開野球大会が行われた時 無名若手俳優の山城が登場すると、並いる大スター以上の拍手が客席から湧き起こった。また、当時映画監督や俳優には、テレビの仕事をする監督や役者は二重だという認識があったため、嫉妬から言われのないいじめを数知れず、受け、長年、俳優として、新さを舐めることとなり、映画では脇役が多かった。1960年代に入ると、 黒沢明や勝慎太郎の座投資等の影のあるリアルな時代劇に人気が集まり完全懲悪を主軸に置いた白塗りの正義の味方が登場する東映時代劇の人気は衰退。1963年を境に東映は時代劇から現代劇へと重点を置き始めると数多くの人気映画やギャング映画等に出演することとなる。 1968年より始まった不良番長シリーズではナンパな役柄を演じるとともに、東映ポルノにも精力的に顔を出し続け、そんな頃、監督の深作金次と交友を深め、2枚目から悪の強い個性派にイメージチェンジを図り、1973年の仁義なき戦いをはじめとした、東映実力路線で再び頭角を表すようになった。 そのジャンルを選ばぬ姿勢を表して、ミスター・プログラム・ピクチャーと呼ばれた。その後、1970年代から活躍の舞台をテレビに移し、2時間ドラマでは主演作を多く持つ、傍ら、バラエティ番組でも個性を発揮し、司会やパネリストとして活躍。作家の小林信彦から、その司会ぶりを日本人離れした話術と称賛された。 バラエティ進出のきっかけとなったのは、まだ2枚目スターのイメージが強かった70年代、前半に、毎日放送制作のバラエティ番組、スター漫才選手権にゲスト出演したことが挙げられる。スターと、お笑い芸人が漫才を披露するという内容で、山城はかつて同じ東映時代劇で悪役を演じていたチャンバラトリオの港英二と組んで、下ネタのギャグを飛ばす東イメージとかけ離れた和芸で、 多くのファンをびっくりさせた。元祖ちょい、悪親父というべき、二枚目だが、口のうまいエッチなおじさんというキャラクターはこの時、始まったのである。1970年代初期、3年ほど干されていた時期がある。吉田剛によるインタビューによると、海外で銃を買って帰ったためだという。東映では、若山富三郎に気に入られ、その影響を受けて、俳優仲間、 特に映画、仁義なき戦いでの共演者を中心に、面倒見のいいところがあり、仲間たちのバラエティ進出をフォローしていた。若山については、その役者ばかぶりを、おこりんぼ寂しんぼという著書にまとめて一部で評判を、読んだ。1976年4月公開の、敵屋の石松出演後、長年在籍した東映を退社、フリー。山城は、 東映には愛着はありますが、僕を受け入れてくれる要素が少なくなってきた。思い切ってフリーになって、新機関返したいなどと話した。映画への思いが厚く、映画評論、映画監督もこなしている。監督としては、1980年、ミスター・ドンベイを皮切りに、日活ロマンポルノのヒット作、目病、双子座の女のほか、ヤクザ堂入門、本日またまた休止になり、 両山白ファミリーといった作品を手掛けた。自身がファンだった、青春派女優、沙乙女愛を口説き落として、自らが監督を務める目病に出演させ、同作品は、日活ロマンポルノの歴代売り上げ第3位になるという、ヒットを記録した。1989年には、松方弘樹、千葉新一、北王子金谷、梅宮達夫、 渡瀬恒彦とトムソーヤ企画を立ち上げ、第一回制作作品で先制を発表するが工業的に失敗となり、その損失を埋めるべく、渡瀬以外のメンバー5人で出演したのがバブルスターの CM であった。映画評論では、1979年10月から2002年3月まで3テレビで放送された火曜洋画劇場で司会を務め、歯に衣着せぬ。 映画愛にあふれる言葉で映画の批評を行っていた。東京12チャンネルの木曜洋画劇場でも映画解説者を務めたが、1977年の独占、男の時間最終回で東京12チャンネル批判をしたことが災いし、すぐに降板となった。1990年代まではテレビ番組の司会やクイズ番組のパネラーとして活躍し、クイズ世界は、 商売商売で共演したいつみまさたかとは同じ関西出身であることや番組出演がきっかけで親友となり彼の葬儀では春になったら一緒に憎まれ口を叩きながら司会をやりたかったのに残念だ欲しい男を亡くしたものだと長寿を読み,並み出したまた日曜19時枠でクイズマネーイズマネーの司会を務め同番組が終了してしばらく経った後 当時、裏番組だった、クイズ。ひらめきパスワードで二代目司会者を務めた。クイズ。ひらめきパスワードは、高校の後輩でも、ある当時 MBS アナウンサーだった、野村刑事から引き継いでいる。演じる役の幅は、不良番長シリーズ等での調子異常なキャラクターから、仁義なき戦いの粗暴な役ザ、月馬や応援等での無口で職人肌の男までと、幅広く、悪役。 市民、刑事、監守、どの役でも圧倒的な存在感を見せていた。司会を務めた独占、男の時間で当時東京12チャンネルアナウンサーの小倉智明を起用した。その後小倉は上層部と衝突し、フリーアナウンサーへ転向するが、山城さんとの出会いがなければ、今日ここに座っていることもなかったと実会している。かつて、島田晋介とは、 慎吾慎介の危ない話で共に司会を務め、バラエティ番組で共演するほど仲が良かったが、一時期関係が悪化したことがあった。その後は2002年10月の開運。何でも鑑定団で共演、関係は修復されていった。慎介は山城の不法に接し、大先輩なのに、いつも慎介ちゃんと呼んでいただき、優しくしてもらいましたと惜しんでいる。 シンゴシンスケの危ない話で、岡江久美子がゲスト出演した際、クイズ。ひらめきパスワードのことをネタにしたことがある。1992年1月に暴力団の組長の娘の結婚式でナコーを務めて問題だとして集まった芸能レポーターに、父親がヤクザの娘は幸せになってはいけないのか。と反論した。2005年12月25日。 いつ見ても、波乱万丈に出演。糖尿病を患っていたことを告白。また、鶴田浩二、高倉健、若山富三郎、里見光太郎、泉正隆とのエピソードについて語った。糖尿病を患ってからは痩せ、テレビ番組の露出を控えていた。2007年5月6日、朝日新聞日曜版で写真入りで近況が伝えられる。糖尿病は、 コントロールできているとのことで、養殖もふっくらとし、現場復帰への意欲を述べていた。医師をしていた父も、重度の糖尿病で亡くなったとのことで、糖尿病は遺伝だとコメントしていた。2008年8月28日発売の週刊文春9月4日号で、このまま消えてしまいたい山城信号直撃、老人ホーム最後の日々を語ると題された記事において、 同年6月に老人ホームに入居し老後を送っていると報じられた。そこでは芸能界に戻る気はない、みんな自分のことを忘れている、娘には会いたいと話し、糖尿病の悪化により車椅子での生活を余儀なくされ、老人性鬱病、認知症なども患っており、復帰は困難という状況だった。家族に捨てられ置いと病気で衰えた姿を見られたく、 ナイト旧友の梅宮達夫、松方裕樹らの見舞いの訪問をかたくなに拒んだ。2009年8月12日午後3時16分、東京都町田市の特別養護老人ホームで、嚥下障害による肺炎で逝去。去年70。改名は、白、里藤明ーン、諦げえびし。白は代表作の、白馬同時から取ったという。遺骨は、 京都市の金閣寺と廟満寺に分骨して納骨されることとなった。模主は山城の代わりに医師になった実定が務めた。同年10月9日、梅宮達夫、松方広樹らが発起人となったお別れの会が都内のホテルで催され、長戸博之、菅原文太、中村玉夫、千井武夫、和田明子、渡瀬恒彦、小林年二、赤木春恵、山本陽子、 さつきみどりら136人が出席し、個人を忍んだ。父は開業医で、母は看護師。2000年に監督した映画、本日またまた休心なりは山城が高校生の時に亡くなった父へ捧げた作品。弟も医師で山城が老人ホームに入所してからは何回か見舞いに訪れ山城の臨終を見取った。元女優の花園広美は元夫人で、 元女優の南優香は長女。花園には車に同乗させて、湖に突っ込み、結婚してくれないとこのまま死ぬ。と結婚を迫ったほど、深く愛し、それに自信を持っていた。花園とは結婚と離婚を2回ずつしており、2度目の離婚後もバラエティ番組で、再婚の可能性はと聞かれ、50%だねと冗談めかして答えたことがある。 また、南を出来合愛し、自らの司会する、慎吾のわがまま大百科に起用したり舞台で共演し、俺の家族は山城京だ。と語るなど、家族の結束に強い自信を持っていたが、南は二度目の離婚後の2000年、婦人公論2000年6月号のインタビューで山城に、あの人を父と呼びたくない、自分勝手で、無神経なのでと宣言し、分析した。上記の経緯から、 週刊、文春に、老人ホーム入居の記事が掲載されて、以降も訪問はなく、入居の際に連絡はしたが、一切関わりたくないと一周されたと報道されている。その話を聞いた山次郎は、自身の葬儀に二人を呼ばないように要求したという。しかし一方で、生前週刊誌の取材で、娘には会いたいなぁ、と話すなど、愛蔵書を半ばする思いを抱き続けていた。没後、 山城の実定や東映の同期俳優のソネ・ハルミラが葬儀、国別式への参列を呼びかけたが、これを拒絶。法要をはじめ、山城側の関係者との関わりを一切絶っている。バラエティ番組に出演する時の衣装は、1980年代は、ノーネクタイのシャツ、ジーンズに、ブルゾン、1980年代後半からは、黒のタートルまたはカットソー、黒のパンツに、 ダブルのジャケットを羽織って袖をめくるのが定番となっていた。柳沢慎吾や上島隆平がよくバラエティ番組で山城のモノマネをしており、時折衣装のポイントを語っていた。テレビ朝日系深夜番組、ナイナイなではファッション山城として山城の服飾センスを検証する企画も放映された。また、1970年代後半から、 メガネやハーフトーンのサングラスをかけるようになり、フレームは決まって黒の細身のティアドロップ型であった。学生時代、モテる男子を装うために女子トイレに忍び込み、渡辺くん、かっこいい、好きとトイレ個室の壁に書き込んだという。東映に入ったばかりの頃、先輩俳優から乗馬を覚えておけ。馬に乗れるようになれば、うちは時代劇が多いから、 どこかで使ってもらえると言われた。山城はその先輩のアドバイス通り乗馬を覚えたら、テレビドラマ、白馬同時の主演話が舞い込んできたことを語っている。芸能の歴史と部落差別問題について詳しく、著作もある。差別問題に詳しいのは、父親の委員が被差別部落や在日韓国、朝鮮人部落の中心にあったからという。関西弁で物事を、はっきりと、 テレビでも言う性格で知られているため、敵対する者も,も多く、以前、慎吾のわがまま大好きなどでも共演していた屋敷、高人は、山城は、いやいやと言ってはばからなかった。山城は高人を評価しており、高人ジンのおばー,ーの出演を熱望したが、しばらく断られていた。後に共演するが、その後も、俺は好きになれんと言われていた。東映の後輩で、 どんべいの CM で共演した、川谷拓造は、山城と一時進行を深めていたが、その後、川谷から関係を断ち疎遠になった。山城の人物像については、自分勝手で、弱い人間の気持ちなどわからない。二度と仕事をしたくないとマスコミに明かしている。梅宮達夫は、映画不良番長シリーズで共演して、以来の名優であり、プライベートでも進行が深かった。 松方弘樹とも仲が良い。佐乙女愛は山城の愛人の一人だと噂され、その他にも山口義江から山城に強要されたと、また、娘の南の親友を愛人にしていたことが、暴露されると、こうしたプレーボーイぶり、女癖の悪さが、妻、花園広美との離婚、再婚、再離婚へとつながる。阪神タイガースのファンであり、サンテレビのプロ野球中継。 サンテレビボックス席にゲストとして呼ばれたこともある。司会レギュラー、ありがとうございます。